中国ではスイスやアイルランドなど6カ国を対象としたビザ免除措置が施行開始となった。中国はスイス、アイルランド、ハンガリー、オーストリア、ベルギー、ルクセンブルクの6カ国に対して一般旅券所持者を対象に3月14日から11月30日までの期間、ビジネス、観光、親族友人訪問、トランジットの目的で中国に15日以内の滞在をする場合、ビザ免除措置を適用すると発表していた。3月1日にはタイとのビザ相互免除協定が正式発効するなど、中国のビザ免除措置の対象国が増えている。3月初め時点で中国はすでに157カ国と該当旅券保持者を対象とするビザ相互免除協定を締結し、44カ国とビザ手続きの簡素化に関する協定や取り決めを結んでいる。